こんにちは、青木美佐子です。メロバスさんのお洋服が発売になってたくさんご好評いただきありがとうございます。予約期間が11月23日までになっているので、ぜひぜひご注意ください。そして今回の私のコラボ商品なんですけど、ご予約しないと買えないものになっているので、ぜひぜひご予約お願いします。で、お渡しは来年の2月のお渡しになるので、まあ大体ね、ちょっと明るめの 色なので、まあ冬でももちろん使えるんですけど、春先とかでも使えるような、年中使えるワンピースになっているので、ぜひぜひご予約お待ちしています。はい、ということで今日はですね、私のバッグの中身をご紹介していきつつ、今回のメロバスさんのお洋服のこだわりポイントとか可愛いポイントも一緒にご紹介していきたいと思います。はい、で、今日私が持っているバッグはこちらになります。こちらもメロディーバスケットさん の、 あのアリス、ちょっと不思議な感じのアリスのトートバッグになります。で、私結構荷物が多いので、割とこういうトートとかちっちゃいバッグと、まあこうサブバッグ的にこういうのを持ってます。で、今日私が着ているお洋服、まあブルー系なんですけど、黒との相性もめちゃくちゃいいので、小物とか、あと頭物と靴とかバッグとか黒でこう合わせるとすごく可愛いのでおすすめです。こちらもメロバーさんで売ってます。はい、ということでバッグの中身をやっていきたいと思います。はい、まずですね、今日はまあ撮影もあったということで、私はビダルサスーンのコテを使ってます。これはもうほんと前髪用ですね。前髪を巻いたりとか、これ 25mm のコテなんですけど、あとこう最近ね、こういうふわふわにしているんですけど、これはこのコテで、まあ、これまだあれなんですけど、こうくる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 させて、そうするとね、こういう風にこう波打った感じの髪型になるので、最近はそういう風に巻いてみたりとかしてるんですけど、全部このビダルサスの 25mm だか 26mm だったと思うんですけど、のコテを使ってます。はい、こちらです。はい、続いて、続いてはこちらです。充電器で、私携帯で撮影しているので、携帯はそっちにあるんですけど、充電器と、あとメロバスさんじゃないや、エミキュさんのこの香水も持ち歩いてます。これめっちゃいい香りで、これからもクリスマスシーズンもあると思うので、プレゼントとかにもめっちゃおすすめです。すごいね、可愛い箱に入ってくるんですけど、匂いも結構甘めなんだけど爽やかみたいな香りで、白っぽいのとピンクっぽいのと2つあるので、プレゼントとかにもおすすめです。で、いちごの形がすごい可愛いです。そしてあとはメガネを入れてます。これは本当にカラコンをね、つけてると結構辛いので、このメガネを入れてます。あとは飲み物ですね。最近乾燥も激しいので飲み物を入れたりしてます。あとはエアポッツのケースと、あとマスクですね。もうこれは必須アイテム、自分でもつけてるんですけど、プラスしてもしかしたらどっかに置き忘れちゃったり落としちゃったりとかするかもしれないので、このマスクをしてます。あとはミュウミュウのお財布、あとは手帳ですね。手帳と、あ、化粧ポーチ、はい、こちらです。この化粧ポーチなんですけど、これはあのハニーサロンさんで買いました。で、これはね、結構透明で中に入ってるものが結構わかりやすくて軽いポーチなので、これを買いました。
エミリーテンプルキュートさんで買ったこのベレー帽も入れてます。そう、頭物結構ね、入れあの色あのもしかしたら撮影で使ったりとかするかもしれなくて、割といろいろ持ち歩いてます。で、今日はこのリキウムさんのこれはピアスとネックレスもつけてます。はい、エミキュさんのカーディガンも購入したので、最近寒くなってきたのでこのカーディガンも持ち歩くようにしてます。日中はめっちゃ暖かいんだけど、夕方とか夜になると寒くなるので、カーディガンだと持ち運び便利なので1枚こうバッグにね入れとくと結構いいと思います。しかもこの色白なのでめっちゃ何でも合うんですよ。ピンクにも合うし、ブルー系にも合うし、なのでめっちゃ使えるのでおすすめです。はい、ということで私のバッグの中身をご紹介したんですけど、続いてこちらのメロバスと青木美沙、メロバスさんと青木美沙子のコラボのお洋服についてご説明していきたいと思います。と、私が着ているのはこのブルーのタイプなんですけど、一応2肩あります。で、2つともピンクとブルー、ピンクとブルーとあります。で、今ね私が着ているのが結構胸元がすごくレースがいっぱいついていて、と手元もねこのオリジナルレースになってて、丈もね割と長めの丈になってます。詳しくは私の YouTube、 前回撮った着回しの YouTube があるので、そちらを見ていただくと分かりやすいと思うんですけど、それがね、まあだから割とゴージャスっていう感じなのがこの2つになります。で、ピンク、私は今ブルー系を着てるんですけど、こちらピンクのタイプもあります。で、下がねレースがちょっと出るタイプになっているのですごく着やすくって、くすみ系の色なので本当に大人でも着やすいアイテムになってます。そしてもう一つの形は割とシンプルめなんですけど、ウエストがちょっとゴムになってキュッと縛る感じになるので、スタイルよくお姫様っぽく見えるタイプがこちらになります。で、こちらはここにこうベッチンのリボンがねついてて、濃いめの色なので、なんかこれがネックレス代わりというか締まるのですごく可愛いです。こちらと、あとピンクはこちらにあります。あ、これですね、この2つです。で、今ねすごいどの色が人気ですかっていうのをメロバースさんに確認したんですけど、まあ、だいたい人気があるのがこっちの色だとこの色、あ、この形ですね、ブルー系はこの形が人気があって、でピンクはこっちのヨークワンピースの方が、ま、でも若干ですねこの2つが人気があるということですけど、でもどれも結構均等に予約をいただいているようなので、あの迷っている方は一応メロバスさんの扱いがあるのがフレジエの渋谷店、パルコ渋谷店と、あとフレジエ青山店で、青山店の方は予約が必要になるんですけど、そちらで試着とかもできるので、ぜひぜひ気になる方は試着していただければと思います。で、今日私イベントをやらせていただいたんですけど、やっぱりなんか着てみると、これなんか普通に見るとシンプルっぽく見えるんですけど、形がめちゃくちゃ可愛くって、で、この一緒にね出るペチコートも一緒に出るんですけど、ペチコートとねこうやって合わせて着て、で、このレースを出すっていう形がすごく可愛かったので、これをセットでね買われる方も多かったです。そして今回すごく頭物も可愛いんですけど、このカチューシャ、こちらが2種類出ます。こちらが白のタイプで、で、このレースがね可愛いんですよ。バラっぽいレースがついていて、で、私今白をつけてるんですけど、くすみピンクもあります。くすみピンクの方はこの白のレースがちょっと目立つかなっていう感じなんですけど、
でもどっちもすごくお洋服に合わせやすいし、まあ、無地なので別のお洋服と合わせることもできるので、すごく着回ししやすいあのカチューシャになっています。あとね、すごく柔らかいので、私も今日一日ずっとつけてたんですけど、そんなに全然痛くない、なんかつけてる感じがしないぐらいなので、すごく可愛らしいのと、普通に下ろしてあのカチューシャをつけてもいいんですけど、こうやって今日みたいにツインテールにしてカチューシャをつけても可愛いので、ぜひあのセットでね購入いただけると嬉しいです。こちらも予約商品になっているので、ぜひぜひあのメロバさんのホームページをチェックしていただければと思います。はい、ということでメロバさんとのコラボの商品の紹介と、あと私のバッグの中身ですね、こちらです。バッグの中身をご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。結構ね、私も今までもコラボ商品やらせていただいてるんですけど、本当に反響いただいてありがとうございます。ぜひあの皆さんに喜んでいただけるようなデザインのものをこれからもやっていきたいと思うので、ぜひぜひメロバさんとのコラボもよろしくお願いします。はい、ということで青木美沙子でした。バイバーイ。